おっす、ほら、誰だっけ、ツッコミゴードです。はい、どうも。あの、別荘に来ました。昨日着いて、まあ、まず昨日あのライブ配信できなくて本当すまんな。あの、まあ、まずお酒がなくて家に、で、ここ携帯でも電波悪くて、多分ライブ配信ここ2台でできないかなっていう感じなんで、そりゃすまんかった。で、昨日別荘に来て、家族まだみんな揃ってないけど、今日お兄ちゃんが来て、明日お姉ちゃんと旦那が韓国から来て、もうにぎやかになります。どうも、これは別荘です。ロビンソン系の別荘ではないな。 Airbnb で借りてる別荘で、ここに来てキッチンがあります。で、クリスマスは必ず俺はアイスマジコ食べます。これ美味しいで、子供の時から好きで、まあ、チョコレートソースなんだけど、あのアイスにかけてすぐに固まるからめっちゃ美味しい、ね、これがなきゃクリスマスじゃないっていうなんですね。はい、どうも。外行ってよ、行ってみよう。日本語下手になってる。なんか朝から家族と英語で喋ってるから日本語がいつもより下手になってる。外です。この辺に別荘たくさんある。今ちょっと天気悪いけど、あっち見たらちょっと海が見える。で、下は広い何もない庭でございます。はい、どうも。誰もタバコ吸わないのに灰皿が置いてある。お兄ちゃんと僕の部屋でございます。昨日着いて、兄ちゃんまだ着いてないから、お兄ちゃん今日来るんだけど、俺昨日来て、俺綺麗好きでめっちゃ部屋綺麗にしてる。昨日着いたばっかりなんだけど。で、これ遊ぶ部屋、もう誰もの部屋でもないから遊んでいいとこ。ほら、何でもいいんだよ、お母さんに怒られない。ここで何をしても。で、ここお酒があります。ゴールドの1日分のお酒が置いてあります。で、これクリスマスハムが入ってる。お姉さんがなんかクリスマスハム作ってくれる毎年。美味しいで、美味しい。これ誰が置いた？めっちゃ邪魔。外行こうぜ、外。よいしょよいしょよいしょ。眩しい。眩しい。眩しいし、イノシシ。イノシシ、眩しいし、イノシシ。はい、早く。いや、家の前です。朝、お昼と、もう本当にこの辺にカンガルーたくさんいる。うんちも、ちょっと美味しそうなチョコのは、実はカンガルーのうんちでございます。あ、ありがとう。カンガルーできた。お、来た。いつもその辺にいるカンガルーたくさんいるから。
入りしたらね、よかったね。まあ、別荘のとここんな感じで、ここは1週間泊まります。まあ、できるだけ動画撮るんで、みんな髪の毛が飛んでくる、カツラみたいに飛んでくる。まあ、最近ロードライブとかいろいろあって、あんま動画上げてないけど、またたくさん作るで、見てくれよ。みんなクリスマスも楽しんでね。じゃあまたね。